こんにちは、翔太です。今回なんですけれど、新しく来た小松姫、性能解説やっていこうかなと思います。こちらのキャラクターですね、ちょっと遅くなってしまって申し訳ありませんでした。またですね、動画を上げていきたいなというふうに思うので、見ていただけると嬉しいです。小松姫ですね、まだ何も見てないです、私。なんで、まあ初見なんですけど、やっていこうかなと思います。まず奥義なるんですけど、2つありまして、ホンダとガレスと小松姫全 MR で、体力レベル ×15、 回避値レベル ×15 で、小松姫とパーシバル大巨匠教の UR 戦アバターとバリオの UR アバターで、あ、いいじゃないですか。筋力敏捷知力値レベル ×25、 メインステータスが全て25上がるのは、レベル ×25 上がるのは非常に優秀かなと思います。まあ、ただちょっと結構難しい奥義たちになりますので、まあ奥義は無理に開く必要はないかなと思いますね。それでは武器見ていきます。マールの武器が命中レベル ×300、 攻撃力 20%、 防御貫通線。 UR 線の武器が命中値レベル ×280、 攻撃力 18%、 防御貫通900と、まあ命中値がついているんで、戦役とかボスで使う場合は必要になってくるのかなというふうに思います。それではですね、まず連携スキル最初に見ていきましょうか。まず弓章に有効以外が多いですね、結構。主体副章の HP 吸収が 10% 増加。10% か。HP 吸収か。上がるんなら 100% ぐらい上がってもいいと思いますけどね。やりすぎ？さすがに。で、状態性無視が 35% 増加。あ、状態性無視 35。これは 65% のキャラクターたちを 100% に引き上げるためのちょうどいい。あ、いいな、結構。連携スキル強いと思いますよ。で、メインステータスが10万上がるたびに、HP 吸収が追加で 2% 増加、最大 10% 増加可能なんで、まあ、50万、まあ、メインステータスがあれば、HP 吸収が 20% 上がるのか。HP 吸収の上がり方はちょっとしょぼいかなと思いますけど。まあ、とはいうものの、状態性無視が何もしなくてもつくの。あ、しかも状態性無視も 7% 増加、最大 35% 追加増加可能なんで、まあ、もうメインステータスが50万以上のキャラクターにつける場合は、HP 吸収 20% で、状態性無視 70% 増加っていう、まあ、状態性無視だけでもかなり強力な、仲間連携なんじゃないかなと思います。いや、これは、まあ、あれですね。まあ、ちょっと、帽子なんであれですけど、ギワにつけてあげたいような性能かなというふうには思います。で、弓章に有効になるんですけど、主体副章の HP 上限が 15% 増加、物理防御力がレベル ×150 増加というふうなものになっています。仲間連携は今のところめっちゃ強いなと思います。それではパッシブ見ていきますか。なんか長えな。パッシブが、もうちょっと MR アバターまでこういう格差出すのやめてほしいんですけどね。攻撃力 65%。この 65% ね、今までのキャラ 58% だったんで、ちょっとこれは、残念だなとは個人的には思いますね。ちょっと MR アバターの順番だけで、こんな格差開くのはちょっとかわいそうですね。まあ、攻撃力 50%、 物理防御貫通が1000なんで、ちょっと貫通弱そうですね、今のところ。で、HP 65%、敏捷値レベル ×360、敏捷値の2倍分知力ダメージをカット。で、物理回心が 50% と状態性が 100% 増加。いや、これでいいんですよ。状態性 100% 増加できるじゃないですか、ここに。なんで 50% と人技の 50% で分けるんだっていう話ですよね。いや、これでいいなっていうふうには思います。それではですね、最後のパッシブ見ていきます。まあ、とりあえずこのキャラ使う場合はパッシブですね、最後まで解放させたいんで、7覚醒は必須のキャラだと思いますね。数陣時6ターンの間6名状態になると、6名が何やったかっていうと、ダメージカット機能と HP 吸収増加機能と状態性無視、増加機能がありますと。で、クリティカル、あるいは敵に致命傷を与えるたびに残りターン数がプラス2されて、最大10ターンまでというところなんで、まあ、基本解除はされないのかなというふうには思います。なるほど。ダメージカット以外が連携スキルのところに行ったって感じですね。ダメージ 75% カット、おー、いいじゃないですか。これ以外に何があるのかな。下に残影が見えてるけど、これ強くない？普通に。HP 吸収 25% 増加で、状態性無視が 75% 増加と、ちょっと罪悪何があるかチラ見しますか。めまいと、窮爆。あ、めまいと窮爆か。なるほど。
をつけるために、状態状態性無視があるというような感じですね。まあ、あの氷塊とかスケルと、まあ、的にですね、凍結剤薬、ばらまいたりとかもしやすくなるかなというふうには思います。で、あ、もうこの段階で、6名状態中敵の窮迫状態が解除されない、あ、じゃあ窮迫が解除されなくなるんですね。結構いいと思いますね。で、メインステータスが10万上がるごとに HP 吸収が追加で 2.5% 増加、最大 25% 追加増加。それはきつくない？ 100 万、敏捷100万はちょっときついぜ、さすがに。敏捷100万でしょ、そんな人いる？で、状態状態性無視は追加で 5% 増加、最大 50% 追加増加可能なんで 125% までいくんですね。50万ぐらいは割と行く方は、てか、姫様でも多分80万か90万ぐらいやったような気がしますけどね、さすがに。100万も行くんかな。まあ、最大 125% ですね。状態状態性無視も上がるっていうところで、初めてのキャラじゃないですかね、100% を超えてくるのは。で、毎ターン行動前、自身と敏捷値が最も高い味方2名の異常状態を2つ解除。おお、あ、違う、自身と敏捷値が最も高い味方の異常状態を2つ解除ですね。今2名って言ったような気がしますけど、まあ、自分ともう1人ですね、まあ、弓将2体って感じなんかな、の致命状態を2つ解除できるみたいです。で、自身が致命傷を受けたとき、6名のターン数を2ターン使って致命ダメージを無視と。で、自身の異常状態をすべて解除し、80% の HP を回復、4ターンの間、自身が残影生後になって、回避率が 60% 上がって、ダメージも 40% カット。おー、ついよ。で、回避するたびに、追加で、ダメージを 5% カットしていくというところなんで、で、最大 40% 追加減少、まあ、80% ダメージカットまでいきます。で、まあ、残影になる時点で、まあ、ダメージ 40% カットが入るというところがありますので、まあ、大体 85% ダメージカットぐらいまではいくんですね。なんでめっちゃ強いと思いますけどね、普通に。まあ、もちろん小松姫を持っていた方限定にはなるとは思いますけど、かなり弓将の中でも、まあ、ちょっと工芸以外の中では、ナンバーワンかなというふうに個人的には今のところ思ってますが、どうですかね。で、さらに、4回まで発動可能で、敏捷値のサバイブ攻撃力ダメージをカット。まあ、あの、一つ注意が必要なのは、最近のキャラクターってもう割と無条件に、ですね、ほぼ確定で、致命ダメージ無視の回数を使い切れるキャラクターばっかりなんですけど、このキャラクターは、まあ、あくまでちょっと6名のターン数が減ってしまった状態だと致命ダメージ無視による復活ができないので、そこは注意が必要かなというふうに思いました。まあ、ただですね、いや、めちゃめちゃ強いと思うけどな、正直。まあ、このキャラはかなり強力だなというふうに思いますね、今のところは。それでは見ていきますか、アクティブスキル。敏捷と攻撃力ダメと攻撃力ダメとなっております。なんかあのキャラに似てますね、ももちに、かなり。まず4ターンの間、自身が奮起生後になると。あ、そうかそうかそうか、こういうのでメインステータスを上げていけってことか。なるほどなるほど。あ、まあ、確かにそういう意味では100万ぐらいいけるかもしれないですね。七星とか暴走とか、まあ、ああいったところも組み合わせていくと敏捷値かなり上がっていくと思いますので、まあ、もともとが別に100万ある必要はないかと思うので、最終的に100万を超えればいいかなと思うんで、そういう意味では、例えば七星なんてね、もう 60% 上げてくれるんで、そうなると、まあ、70万ぐらいあれば100万超えるのか。なるほど、なるほど。で、まず奮起になって、攻撃力 50%、防御力 80% 増えて、筋力、敏捷値、力値が 20% 増加と。で、さらに、敵6名に 800% の物理ダメージと、敏捷値の12倍と攻撃力の 100%。 ちょっと攻撃力は、あの、ただの攻撃力3章なんであれですけど、まあ、100% ありますし、敏捷値ダメージも12倍あるんで、強いと思いますね。で、範囲攻撃の後に、残り HP パーセンテージが最も低い敵を3回集中追加攻撃すると、いうところなんで、まあ、これは確定で発動するものになっているので、非常に優秀かなと思います。で、追加ダメージ、追加攻撃で致命ダメージを与えた場合、3回追加攻撃後、残り HP パーセンテージが最も高い敵を3回追加攻撃する。え？やばくない？致命ダメージを与えるだけでいいんで、まあ、割といけるんじゃないですかね。いけると思いますよ。3回攻撃して、まあ、致命ダメージでいいんで、倒さなくていいってなると、
結構優秀かなと思います。で毎回追加攻撃後 100% の確率で1ターンの間敵をめまい罪悪にする。この追加攻撃っていうのは1回目の追加攻撃でいいんですよね。で回避値を 30% 減少、毎回攻撃前自身の残り HP が敵より高い場合必ず回心攻撃が発生。毎回攻撃前 HP パーセンテージで勝っていればクリティカルも出ると。で自身の敏捷値が敵より高いと 100% の確率で4ターンの間敵を9爆罪悪にしてダメージを 50% 増加。はい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 。この9爆は範囲攻撃にもついてるような書き方だと思うんで、敏捷値で勝っていれば9爆罪悪は付与できるんじゃないかなと思います。ということは敵に解除できない9爆罪悪をばらまくって感じですよね。もちろん弁財天の方が9爆だけで言うと強いとは思うんですけど、このキャラもなかなか強力だと思いますけどね。耐久がとにかく、残影でかつ硬いっていう感じなんで、個人的にはかなり嬉しい感じかなというふうには思います。ちょっと状態体制も 100% ありますもんね。結構強いような気がするけどな。スキル2に関しては残り HP は 30% 減少。ちょっと組む気が怪しくなってきたな。残り HP を 30% 減少させ、敵6名に毎回 800% から 1600% の物理ダメージを与え、さらに自身攻撃力の 80% から 160% のダメージが加算されると。自身の残り HP パーセンテージが低いほどダメージが高くなる。敵を5回追加攻撃する。範囲攻撃の後に5回も追加攻撃するので、毎回攻撃前 100% の確率で4ターンの間敵を9爆罪悪にする。いいじゃない。よくない。で自身の、残り HP が敵より低い場合必ず回心攻撃が発生。だから最初に実証ダメージが入ってんのか。ちょっと実証ダメージはいただけないような気がするけどな。すべての攻撃を4ターンの間味方6名を雷強整合ですかね、攻撃敏捷値の 2.5 倍攻撃力ダメージをカットするものになりますけど、自身が総ダメージの 50% の HP を回復。このスキル発動中自身が撃破されない。いいか。反射対策し、あ反射ってか、あ無敵になるんなら別に HP いくらでも減らしてくれって感じか。強くない？私別に全然強いと思うけどな。あまり、ね、人気なさそうな雰囲気は感じていたんですけど、やっぱりちょっと MR アバターっていう、やっぱりあれですね、UR1000 の頃に流行ってないと、ちょっと皆さん取るに取れないですよね。しかもこちらのキャラクターめちゃめちゃ強力だとは思うんですけど、かといってこのキャラだけでどうにかなるかって言われたら別にそういうわけではないと思うんで、惜しいキャラクターだな。惜しいキャラクターっていうか、このキャラだけで見るとすげえ強えなっていう風な気はするんですけど、ちょっとやっぱり敏捷値をあまりにも上げないといけないっていうところで、ちょっとこのキャラクターだけだと 20% のアップ、奮起で 20% 上げるっていうところしかできないっていうところがあるんで、他のキャラクターとかと組み合わせてあげないと結構敏捷値では、敏捷値勝負では別に負けることは少ないと思うんですけど、敏捷値の値をですね、上げていくっていうのはちょっと難しいのかなというふうに思ったんで、別に取っても後悔はないと思いますけどね、私は。かといって私が取るかって言われたら取らないか。でも、連携スキルもめちゃめちゃ強いキャラクターなんで、状態性無視 65% のキャラって地味にいるんで、そういったキャラクターにつけてあげると、何もしなくても 100% 状態性無視しちゃうようになっちゃうんで、めっちゃ、いいと思いますけどね。しかもメインステータス上がれば最大 70% ダメージ状態性無視できるようになるんで、これは連携スキル的にも別に腐ることなさそうですし、別にアクティブスキルパッシブスキルも結構強いキャラクターだなと思ったんで、正直めちゃめちゃありなキャラだなと思いました。多分取ってる人は少ないと思いますけど、かなりありですよ。ただ無課金美課金の方におすすめするかって言うと、別に、それだったら純 MRC 取った方がいいと思うんで、そういう意味ではちょっとなかなか難しいキャラクターなのかなというふうには、申し訳ないですけど思いました。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、 X のフォロー、
高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。